ブン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 。やります、人狼ジャッジメントです。天の尺、占い4、占い4でどうすんねん。市民4、占い1、霊媒1、あとはまあそういう奴らだ。さあやっていきましょう。まあ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 。長く引き伸ばせば勝ちってところかな。引き伸ばしです。引き伸ばし作戦ですね、これは。さて、よろしく。カミングアウトと。カミングアウト。なるほど。なんだこれ。ただ鬼滅の鬼も天のゾンビの。なんでそうなるんだ？エマの、新占いが行う予想は何か聞きたい。霊媒ゾンビはさすがにないと思った。ゾンビが出るとしたらまだ占いじゃない？この部屋霊能確認しない1、2とかになったらロラス選手はゾンビが出る理由あんま感じないのよね、エマ。正直、霊媒に狼や天の尺が出るメリットも感じないんですが。
強いて言うなら霊媒放置を期待したゾンビかな。で、どうすんだ？霊媒黒なら触れなそうな気がする。ロディは。ロディやべえな。なんかこいつやばいな。霊媒ロラとか言いつつ、なんか、マイクは30秒前。10秒前。ビルは例のオーロラじゃね。サンドラ、占い、決め打ちとか言われてるから、思考をちゃんと落とそうとしてるだけだけど、こいつは？30秒前。ジェシカは例のオーロラじゃね。10秒前。
マイクは、なんだこれ。おー、いきなり恋人潰れたか。ロディに白打つか、とりあえず。メアリーあんま見れてないの？俺メアリー見てないの？メアリー、最初見て、放置してるから、まだ見てない。バニラゾンビならエマ釣る名はない。ロディは霊媒ロラを もう、メリー、そんなこと言ってない。
正直、ランで釣ればいいだけ。神崎でござる。ビルが頭一つ抜けて非人狼。霊媒に色つけるのが違和感うんぬん。誰占うかな。メアリージェシカか？メアリー軸のどっち？ビル盲信してんのかな？むずいな。まあ、メアリー黒なのかな。
いや、てか、どこで黒が連れてるかわかんないんだな。マイク黒じゃないんだろうな、さすがに。ローラ勘で恋人でしたみたいなケースねえだろうな。俺の白市殺すのか。まあまあでもそうだ。それで合ってるな。今ギデバニラと同陣営。バニラの黒どこや？延長希望。ルマギバニラの同時には分からんでもない。今、アマノでバニラ黒考察。なんでそれでわかるの？これ、黒連れてなくねえか？初日にも言ったけど、昨日、エマがバニラ黒を提示しないのに違和感。まあ別にいいんだけど、俺釣られても、このまま。じゃあ、これ、ロディ黒って言ってね。エマが、例えば、同陣営だと、わかるのって、ロディ黒ケースだろう。
エマが黒ならロディ黒。エマ、アマノならバニラ黒。うん、でも見えないよ。うん、むずいな。
まあ最終日まではまあ持ってけたから、まあ天の弱の仕事はできたかな。誰が人狼なんだ？ゾンビダメでした。あ、フランクがゾンビ？あ、違うのか。ロディがゾンビなのか。エマはなんだ？なんで出ちゃったんだろう、霊媒に。よくわかんないなぁ。なんで出るんだろうな。出る意味あるのかな。これゾンビか。ん？ああ、違うんだ。やっぱフランク、エマ、どっちかが黒なんだ。よくわかんないね。
どうすんだろうなこれ。メアリービルならビルかなって感じ。ビル黒なんだ。いやー、ビル黒はないんじゃねえかなてか、ロディ黒追わせれたと思うんだよな。なんでロディ噛むんだろう。それも加えてよくわからんな。めっちゃ余裕な位置なのか。だってさ、バニラギーだから、みたいなこと言えたわけじゃん。特にサンドラだったら、バニラギーだから、ロディが黒で、とかっていう話ができたわけじゃん。なんかこう、例のエマが、透けてるだろ、なんだろ、路線みたいな。刺してる路線みたいなのだったら、まあ、それこそロディが黒で、確定髪したんだ、みたいなこと言えたし、ロディは間違いなく残すべき。バニラ黒軸なんだ。そういうことなら、ロディは、うん、まあ、サンドラ黒あるのか？バニラ黒軸で考えるんだったら、まあ、あるのかな？ロディ髪って。いや、でも、もったいない気がするけどな、ロディ潰すの、人狼。あの感じ、絶対ロディがなんか、いい感じの位置になってたよね。まあ、よっぽど、まあ、ビルとかなのか、黒が。よっぽど余裕な位置で、なんかロディ噛ませて、メアリー釣れる三段とかあったのか？なんならジェシカが釣られそうな雰囲気か？これは。まあ、メアリーだったらロディあえて噛むの強いかもな。なんかだいぶ離れられるよね、なんか、人狼から。強いのか。まあ、そういう意味では、なんか噛むわけない感じするもんな。まあ、メアリー黒か。バニラギー、うん、まあ、メアリー黒ならロディ噛んで遠ざけるかも。30秒前。メアリーか。誰なんだ？誰だったんだろう、これ。サンドラ黒か。あれ？やるやん。まあ別に俺はどうでもいいんだけど。やるじゃん。誰だ？どっちがどっちだ？あ、サンドラゾンビか。あー、ジェシカ人狼ケースか。ジェシカ人狼でロディ噛むんだ。なんでなんだろう。まあ、天の弱の仕事は果たしたかな？